こんにちは。さっきぶりです。こんにちは。2回目のおはよう。よいしょ。おはよう。まさかこんな短時間でね配信が始まるとは誰も思わないでしょう。1時間しか経ってない。イベント中かと思うぐらい早いわ。おはよう。おはよう。そう、このソファーふかふかです。よいしょ。おはよう。朝からありがとう。おはよう。今日は日曜日です。頑張っていきましょう。日曜日、お肌すべすべにしておきます。昨日お風呂上がりに塗るの忘れたホテルにいると忘れちゃう。おはよう。ということで、まあこの配信はね、準備しつつといった感じでございます。おはよう。 OK。 お肌スベスベになったかな。おはようございます。イエイ。さーて、今日も頑張っていきますぞ。今日不安だな。2回目って逆に不安なんだよね。急に飛んだりするからね。なんだっけ、あれってなるからね。2回目一番怖い。おはよう。ちょっと待って、今日この後買い物に行きたいから、買い出ししなきゃいけないものをメモってかないと。私のことなので絶対に忘れる。ボールペンないのかな。あーん、ボールペンがない。筆箱を持ってくるわ。おはよう。眠くない？まだ大丈夫。夜かな、眠くなるのは。早起きしたツケが回ってくるのは。おはよう。髪ボサボサだ。よいしょ。フォローしました、ありがとうございます。何買ってきたらいいんだろう。昨日の時点でメモっておけばよかった、忘れてもうと。おはよう。なんか買いに行こうと思ったのに忘れちゃった。
はようございます。後で思い出したらでいっか。なんだろう、まあいっか。おはよう。さっきよりでも寝起きの顔じゃなくなった気がする。ちょっとこう顔が起きてきた。感じがしますね。おはよう。よいしょ。昨日のアイス食べた。昨日お風呂上がりに食べました。今日2回目。おはようございます。おはようございます。テツと万次郎の初対面のシーンまでアーカイブで見てました。 ありがとうございます。今の髪型いいね。本当？ボブ意外と好評のボブ。しげさんおはようございます。今日は喉がちょっと不安だな。昨日頑張っちゃったから。おはよう。ということでメイクしようっと。いつもね下地だけ、下地っていうかベースメイクだけここでやっていくんですけど、いやーね、スピンで現場に行くのは辛いということで。おはよう。かわいい、ありがとう。でもやっぱさ舞台ってあんま汗っていうかさ顔に汗かかないからさ、メイクがあんまり崩れなかった昨日とか。なんか体全身は汗かくけど顔にマジで汗かかん。いつものステージはめっちゃ汗かくのに不思議。何の違いなんだろうな。晴れてますか？うん、晴れてはなさそう。でも明るいです。なんかどんより空ではない、明るめです。おはよう。でも全身はめっちゃ汗だくなんだけどね、不思議。顔はマジでいつも綺麗。台風過ぎたかな。いや全然でしょ、これからでしょ。なんならよいしょ。やっと
体がね、さすがにちょっとだけ疲れてるね。足とかがちょっとだけ重たいね。気づかないようにしてたけど今気づいちゃった。おはよう。薙刀重い？めちゃ重い。木だからさ、普通に本当の薙刀振ってるから、本当の何木刀の薙刀刃みたいなやつ、めちゃくちゃ重たいよ。だから筋肉痛になるのよね。おはよう。普通に殴られたら怪我するぐらいの薙刀ですガチガチガチ木刀みたいな。はよ。でもなんか昨日一昨日より筋肉痛はだいぶいいですけどね。昨日一昨日が本当にピーク、筋肉痛ピークすぎてえぐいかった。何してもどうの筋肉すべてが痛かったね。背中も腰も胸筋も腹筋も。びっくりしちゃった。はよ。でも薙刀毎日してたら絶対ねムキムキになれると思うわ。そう思いました。おはよう。おはようございます。あ、そうだ、今日プロテインを買わなきゃいけないんだ。思い出した、さっきのメモに足そう。プロテイン、そうそう、今日飲むプロテイン。必要でした。めちゃくちゃ大事。おはよう。おはよう。筋肉つけるの？別にプロテインは筋肉をつけるためだけではないからね。筋肉を維持するためにね。おはよう。さあ、ベースメイクこんな感じで、ちょっと今日はクマが出てるのでクマを消していきます。今日結構えぐいクマできてる。あ、待って、でもクマ消すやつ劇場かも。じゃあ劇場行ってからクマ消すか。ここまでできたらクマで撮る。今日寝不足だね、確実にね。そういう時もあるよね。こんにちは。まあこれなら見せてもいい顔かな、人に。クマは出てるけど
いいじゃないですか。よいしょ。パウダーが劇場か。意外と忘れ物してるな。よいしょ。でててて。でも2回目配信始めてみたけど別に話すことは何もないっていう感じなんだよな。どうしよっかな。死ぬほどくつろいでる。どうしよっかな。何話そう。キラさん可愛い人ありがとうございます。どうしようか。イエチさんギフトありがとうございます。そうコロネ配信になるところやった。眠い。トメさんギフトありがとう。昨日と同様ストレッチしますか。じゃあ肩周りがやっぱバキバキなんでね。座ったままってやつ。スキップできない広告だ。昨日やったのと全く同じになります。朝のストレッチは大事だからね。さやはサボりがちだけど。はい、伸ばしていきます。こんにちは、朝からありがとう。いぜんぜい。あ、でも昨日より痛くない。すごくいいぞ。なんかさ、肩がめっちゃ巻き肩だから中入っちゃうんですよ、姿勢悪くて。だからちょっとほぐしとかないとね。じゃあ体硬いですよ、全然柔らかくない。はい、肩甲骨寄せます。肩甲骨ってか肩とか背中はまだ筋肉痛だな。後ろにやった時めっちゃ痛い。ここめっちゃ痛い。痛い痛い痛いってなる。おはよう。やっぱ朝のストレッチは有用ですね。あー痛い。あー痛いわ。おはよう。おはよう。でもなんか肩こりにも効くらしいっす、これ。台風めっちゃ怖いねえ。なんかどのくらいさ、あれが雨風降るかが怖いよね。みんなも気をつけてね。
おわび。あとは適当に伸ばしておきます、横っ腹とか。よし、いいですね。ふう、あ、そういえばさ、昨日ラジオ体操忘れた。そういえば忘れてた。おはよう。終わった。配信中にねやるのは上半身のストレッチぐらいしかできないですからね。全身はなかなか。よいしょ。え、ああ。痛い。足の筋伸ばすとめちゃ痛い。舞台前のルーティン見れた感じで得した。あ、全然ルーティンじゃないんだけどね。肩のストレッチとか全然いつもやってないけど、発声の方がちゃんとやってるよ。ミュージカルの時発声して15分ぐらいガンガンやります。劇場入りしてからだけど。おはよう。おはよう。ストレッチしてる姿もかわいい。それは末期症状や。推し何でも可愛く見えちゃう症候群や。ありがとうございます。あー、くしゃみ出そう。出なかった。あよ、今日はね日曜日なのでホテルが賑やかなんですよね。さっきから廊下で子供たちがずっと叫んでる。めっちゃ叫んでる子多い。さっきも叫んでる子いた。そう、おはよう。さすがに眠いかもしれないな。なんか今日喉の調子良くなさそう。今の感じ。今起きた。おはよう。昨日頑張りすぎちゃったのかな。調子悪そう。なんとか明日まで持ってくれたらいいんですけどね。私の喉、私の喉。おはよう。
かわいい、ありがとうございます。やばい、朝ごはん食べたら眠くなってきちゃったかも、眠くなってきちゃったかもな。こんにちは。困りましたね、この時間に眠くならない一番めんどくさいですね。こんにちは。おはよう。降水確率100って書いてあるな。それはそう。おはよう。困るね。やばい、眠い。一回ちょっと歯磨きでもしようかな。眠すぎ。周りの声がする。え、そう、なんか廊下で子供が騒いでる、さっきから。おはよう。おはようございます。さらに今愛媛、まあ今日も昨日も今日も明日もジョンマイラブですからね。住みか暮らしの腕時計はしてないです。アプローチです。おはよう。眠すぎ。やっほー。おはよう。強制目覚まし歯磨き。おはよう。おはよう。すげえ、歯磨きするとマジで目覚める。すごっ。手から出てた。あ、全然パジャマじゃなくて普通に稽古着です。もうおはよう。なんか写真集ってさ、絶対歯磨きのシーン入ってるよね。わかる、イメージある。
よう。意外とロングタイム歯磨き。え、嘘、今の全然長くなくない？もっとちゃんと磨いた方がいいよ、今の長いって感じるなら。それは磨かなすぎだと思うよ、普段。うわ、全部開いてた。おはよう。今カプセル投げたらサリアバターだと。お、ありがとうございます。忘れ物ないようにしないとね。あ、後ろの髪の毛跳ねてる。あ、いや、バッグの柄かわいい。これなんかユニクロで売ってた星野源さんのなんかコラボアイテムみたいなやつ。全然なんか特別ファンというわけでは全然ないんですけど、可愛かったで買いました。よいしょ。ああ、拾えなかった。何持ってくんだっけ、いつも。何を持って行ってたかな、いつも。おはよう。これは東京からかぶってきた帽子。今日はいらない。おはよう。携帯の充電器。ふう。そう、最近ね、なんか積極的に帽子をかぶろうプロジェクトしてるんだけど、その中のドラフト1位があの帽子ですね。あれ高かったんで、5000円ぐらいしたんだよ。帽子にしてはいい値段じゃん。だからちょっとかぶろうと思って、もう3年前とか4年前に買ったんだけど、ずっとかぶってなくて、さすがにかぶろうということで最近かぶってます。よし。なんでこんな重いんだ。いつも思うけど、サイのカバンはどうしていつもこんな重たいんだろう。カメラと台本が入ってるからかな。え、コンセントの色か、コンセントっていうか充電器の色可愛くない？絶対自分のって一目で分かっていいんだよね、この蛍光グリーンみたいな色。可愛いのよ。マスクもか。捨てて、
新たなマスクを生み出そう。よいしょ。よいしょ。でもさ、今早くゆうなちゃんに会っていっぱいいろいろお話ししたい。話したいこといっぱいある。ゆうなちゃんに早く会いたい。さやは愛媛から戻りたくない。楽しい気持ちもあるが、さやはゆうなちゃんに会いたい。ゆうなちゃん愛媛まで来てくんないかな。ちょっと夜通し話したいわ。いっぱい話したいことある。よいしょ。ピンクのマスクかわいい。ありがとう。お疲れ様です。こんばんは。よいしょ。帽子忘れたりすることない？なんかつけようと思ってたのに家に忘れてきたとかはあるけど、帽子かぶってったのに帰るときつけてないみたいなことはあんまないかな、基本的には。あいよー。はいよー。さや今飲み水を失っている。なんでさやもうマスクしてんだ。早くね。飲み水を失ったから買っていかなきゃ。飲むもんがない。もう朝開けた 500ml 飲み切っちゃった。早っ。なんか喉の調子悪いからいっぱい水飲もうと思ったらすごい量飲んでるわ多分。おはよう。サイリンピンク似合うよね。ありがとう。てっちゃんメイクもめっちゃピンクやしな。ピピピピンクだよね。まあ10時くらいまでやりますかね。試験です。ありがとう。おはよう。グモーニングモーニング。ウォーターサーバーないですか？あの自宅だったらあるんですけど。そう。おはようございます。眠いかもしれないな。でも歯磨きしたらちょっと目覚めた。夜配信は分からん。元気だったらやるし、元気なかったらやらないって感じかな。夜眠すぎて今日は早寝しないと辛いってなってたら寝ます。今日早起きしたからなんか朝めっちゃ長い。朝めっちゃのんびりしてるのにめっちゃ長い。すごい。早起きはいいね。すごい長く感じる。
そう、アップルウォッチだよこれ。時計見れて便利。でアップルウォッチを時計以外の用途であんまり使ってないんだけど。目覚めはいい方ですか？私は割といいですね。朝から元気って感じ。割とね、低血圧じゃないなって思うよ自分。低血圧の人って本当に朝テンション低いじゃん。逆だね。え、アップルウォッチ12万もしなくない？それ3万とかだったよ。おはよう。違うの見てない？ iPhone じゃね？ 10 万超えてくるのは。おはよう。歩数計はポイントに加算されることあったりしますか？どういうこと？どういうこと？うわ、歯磨きの効果切れてきた。早っ。今横になったらちょっと気持ちよさそうなくらいには眠たいよ今。困った。6時間くらいは寝てるんだけどな。やっぱ6時間じゃ足りないのかな。おはよう、みんな朝からありがとう。よいしょ。本当だ、新しいアップルウォッチバカ高いじゃん。こんないいやつ絶対買わないわ。3万円台だった。カフェインとかで眠気飛ぶといいね。でもさ、朝一杯カフェオレ飲んでるからもう無理だわ。試験さん、おはよう。おはよう。でもそんな一番いいやつ買わなくてもよくない？一番いいやつが欲しいならあれだけど、もっと安いやつあるから安いやつ買えばいいのに。アプリ機能使える。だから携帯とか今手元にない時とかこれで LINE 見れる。あ、 LINE 来たみたいな。でもさやがあんまりその何使い方してない。でもさ、携帯をさ見てない時ってさ、 LINE 来たこと気づけないけど、アプローチで「あ、 LINE 来た」って言って返信できたりするから、それは楽かもね。なんか連絡に気づける。そうそう、電話とかも。ゲームの通知とかも来る？いや来ない。ゲームの通知がそもそも来ないもん。あるライ、あの iPhone でも。何ゲームの通知って。でも便利だよアプローチ。え、ゲームの通知って何？何の通知？ゲームに
通知とかなくない？機能を使い切れないけどいいのが欲しくなっちゃう。買わないけど、どういうこと？買わないってことはそんなに欲しくなってないんじゃない？欲しいときは買っちゃうもんだって。施術が終わったら病室とか行ってご褒美でリフレッシュもいいかもね。別にさ、施術でそんなにリフレッシュを必要なほど長くやらないし、ストレスもたまんないかも。確かスイカね、さ、アプローチに追加してないから毎回携帯ピッてやってんだけどね。なんかさ、左手につけてるからスイカで撮るときこう裏剣みたいなのしなきゃいけないから、これがめんどくさくて未だに iPhone ですね。おはよう。これが面倒なのでポッケに入ってる携帯ごってっちゃうかな。めっちゃ雨の音する。でもこの音はなんか吹きつけて降ってるっていうよりは雨どいを流れてる音聞こえるな。おはよう。でもなんかもうアップルウォッチつけてることがさ日常すぎてさ、つけてない時こうやってやって、あ、つけてないわってなる。ここめっちゃやる。例えば昨日ちょっと雨に降られて傘差したけど、傘干しとくの忘れた。濡れてる。どうせ今日も濡れるし、今日乾かせばいいか。忘れてた。基本右利きだけど磁気定期を改札に入れるときだけやる。めっちゃめんどくない？こうやってるってこと？絶対右手に入れた方が楽じゃない？なんでこうこうね。いや、まあ小学校でアプローチつけてるからあんまいないでしょ。そりゃいないでしょ。ってなんか時計としてというよりはなんか健康のためにつけてる人の方が多い気がする。運動量とか測れるし。なんかさ、仕事の時は基本アップルウォッチ取るからさ、仕事の時に時計ついてないってよくやる。楽屋とかで、うん、よいしょ。アプローチなんか物によるけど、耐水はさえついてた気がするけど防水はついてない気がする。普通に海の中にアプローチをつけて入らないから。そんな壊れそうなことしないけど調べてみてください。多分私に聞くよりアップルのサイト見た方がわかると思います。最近めっちゃ思う。なんかすごいさやに聞いてくれるけど、絶対調べた方が早いと思うよ。いろんなこと。なんか私の好きな食べ物は何ですかとかはさやに聞かないと分かんないと思うけど、物の性能については絶対に調べた方が早いと思う。なんか調べてほしい。調べた方が早いことは調べてほしい。
がとう。今日顔のコンディションかなり良くない？で朝起きた時めっちゃむくんでたの。マッサージが効いたのかな。イエイ。でも朝二重じゃなかったし、朝起きた時点ではあ今日最悪だと思いました。今日は最悪の顔だ。まあもうすぐ10時になるんでぼちぼち終わりにしますかね。いや今日喉大丈夫かな、なんか調子悪いんだよな今。最後まで持つか心配だけどちょっと頑張ります。ちと不安だね、ちとね、ちとばかし。うん、遊びに来たよ、やっほー。初見です、初見さんこんばんは。こんばんはじゃない、おはよう。間違えた間違えた。ランキング読みます。13位ペコさんありがとうございます。12位ヒラリンさんありがとうございます。11位ヤスさんありがとうございます。10位ガララニョロロさんありがとうございます。9位ダディさんありがとうございます。8位バイコトさんありがとうございます。7位ケンケンさんありがとうございます。6位ヤチさんありがとうございます。5位スーさんありがとうございます。4位ケロンさんありがとうございます。3位暁さんありがとうございます。2位たてもけんけんさんありがとうございます。そして1位はトメさんありがとうございます。すいません朝2回も付き合ってもらっちゃってありがとうございます。喉が心配ですが頑張ります。喉が心配なら朝こんなに喋っちゃいけないんだろうけどねでは皆さんまたね、バイバーイ。